カタニマロ。どうもこんにちは、弁当です。休憩容器の期待分身道路をやっていきたいと思います。前回の復習ですが、ゴールはウンウェネ兄さんナルトですね。ウンウェネ、運動エネルギー、兄さんナルトを求めることです。で、期待分子の衝突といえば運動量の変化を思い浮かべてください。だって衝突するもんね。で、運動量の変化といえば力積です。なんでこれすっ飛ばして期待分子の衝突っていう風に言われたら力積を想像してください。ここをリンクしといてね。そうするとまず力積求めて、力積って力かける時間じゃん。じゃあこの時間を割ればいいんです。時間割ったら力になるよね。で、力っていうのは面積で割ると圧力になります。で、圧力っていう風なのは PV イコール NRD の適用により絶対温度になるんです。大丈夫でしょうか。で、この流れで、力積と温度をつないでいけば運営で兄さんになるとか出てきます。いいですか。じゃあ実際こういう問題ですね。半径 R の球で気体分子は N 粒 R としましょう。で、こいつの質量を M として速さを V とします。今は速度じゃなくて速さね。ここ集中しといてね。速さだからね。で、まあここで皆さんに覚えておいてほしい呪文は、衝突接線中心、衝突接線中心、もう一回、衝突接線中心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 、まあ一応接点も仲間入りさせておいて、衝突接線接点中心、衝突接線接点中心、まあ覚えづらいと思うからね、左だけ、衝突接線中心ですね。で、こいつが衝突します。まずね、衝突します。こういう風にここに、で、衝突したここの接点を取って、接線を引きます。衝突接線中心。で、中心にね、線引きます。接点から中心に線を引きます。衝突接線中心です。で、そうすると、中心から引いた接点への線っていう風なのは、90度。ね。垂直になることで知られています。まあ、わかんない人はこれ図で覚えとこう。ね。こういう風な図形に対して、こうやって垂線を下ろすと、絶対90度になるよね。なんでかっていうと、どう考えたって左右対称じゃん。だから90度になります。いいですか。で、じゃあ衝突したんで、もう一回衝突しますぜ。こんな感じね。で、そしたらさ、ここの角度って、シータとしましょう。ここの角度シータとしましょう。じゃあ、これ反射の法則みたいな成り立つんで、ここもシータだよね。ね。じゃあ、ここの三角形注目して。ここの三角形注目して。じゃあそしたら、ね、ここの角度もシータなので、ここ V サインシータね。ね、シータの対辺を求めるときは、サインシータを掛け算してください。復習ね。こういう直角三角形があるときに、ここを求めたければ、これ縦なんで、R サインシータだったよね。でもこれ縦っていう風に見立てずに、対辺求めるって考えて。縦じゃなくて対辺って。で、ここを求めたければ、コサインシータ掛け算したらよかったんですね。R コサインシータって。でもこれも横って考えずに、なんかこう、潰すみたいな感じで。ね。潰す。このシータを潰す。シータを潰すみたいな感じで、思っておいてほしいんですね。そうするとこれが V サインシータ。で、こちらが V コサインシータです。で、ここに、ちょっとごめんなさい、ちょっとずれてますけど、X 軸を仮に取ってください。そうすると、今ね、速さを V としたでしょ？速さを V としたでしょ？わかる？速さを V としたでしょ？ここね。なんだけど、この瞬間、X 軸を取ったことによって、一瞬ですが、速度を考えることができます。で、運動量変化ってのは速度を考えないといけないので、V コサインシータっていうこの正の向きの速さ。ね。正の向きの速さっていうのが、向き逆になりますよね。で、V サインシータってのはそのままブー。当たったブーですから、V サインシータ、もう一回やろう。V サインシータってのは、ブー、当たったブーですから、ずっと一緒の速度でしょ。だから V サインシータってのは一旦、まあ、速さ一定、向きも一定って思ってもらって、V コサインシータのみ、向き逆になります。というのは、この、接線に衝突するからですね。なんで、衝突後の、こういう速度成分は、マイナス V コサインシータになるんです。なんで運動量変化って言われたら、マイナス MV コサインシータ引く MV コサインシータ。マイナス MV コサインシータっていうのが、後の運動量。これ前の運動量ね。で、運動量変化こんな感じと。じゃあ力積もこうかと。運動量変化って力積だからね。はい。
ということで、ここまで、一旦ね、ホワイトボードでまとめてみましょう。板書とともに説明していきましょう。こういう風な、はい、球があります。で、中心も置いておきましょうか。中心はね、やたらめったら使うんでね。で、こういう風に、じゃあ、実際、速度を持ったやつをしましょう。はい、そうしますと、衝突、接点、接線でしたね。衝突、接点、接線でした。いいですか？で、衝突、接点、接線、中心でしたね。ここも繋いでおきます。大丈夫ですか？そうすると、ここが90ですね。ピッピッって、今、T 字型ができてるでしょ？ね。T 字型思い出して。T 字型があったら、光が、こうやって入射したら、ここの角度、シーター。で、反射して、ここの角度、シーターダッシュとすると、入射と反射っていうのは、シーターイコールシーターダッシュだったよね。まあ、これ光の話なんですけど、実際粒でも成り立ちます。なんでね、ここの入射角っていう風なのが、シーターです。で、反射しますよー。ちょっと適当にここまでぶつかったとしましょう。そうすると、ここの角度、シーターになります。で、衝突、接線、接点。衝突、接点、接線。衝突、接点、接線です。で、中心です。で、覚えておいてほしいのは、中心から端っこ、中心から端っこ、これ、半径になってます。半径という風に言われたら、ずっと一緒。だから、ここの長さと、ここの長さってのは等しいんですね。等しいんですね。そうすると、二等辺三角形できてますんで、ここの角度も、シーター。で、反射します。T 字型できたんで、入射、反射。入射、反射。で、そうすると、ここもシーターですよーと。ね。そうしますと、いいですか？どういう力積を受けながら動いているかってことを考えてください。今、こういう風に斜めで V っていう風にね、動いてるでしょ？で、これを、まず、接線と垂直な、T 字のね、この長い棒の方になるように速度を分解します。そうすると、ここのシーターとここのシーター一緒なんで、ここはシーター。そうすると垂直成分が V コサインシーターですね。したがって、さっき言ったように V コサインシーター。サインシーターの方は、考慮しないからね。そうすると、1回の衝突で、気体、分子が受ける力積イコール運動量変化は、はい。一回の衝突で気体分子が受ける力積、もしくは運動量変化っていうのは、後引く前ですね。速度の、後引く前、まあ一応、もちろんね、質量も掛け算しますけど、質量の速度の後引く前をすればいいんですね。なので、まあ、これ質量を M とすると、衝突5っていうのはね、衝突5っていうのは、速度が、マイナス V コサインシータになるでしょ？ね。もし、こっちを正の方向とするならば、マイナス V コサインシータね。で、衝突前はって言われたら、V コサインシータなんですよ。で、後から前を引いたら変化量になります。したがって、マイナス V コサインシータ引く V コサインシータってのが変化量になります。で、ここでは、力積の大きさのみ考慮し、このマイナス 2mv コサインシータってのは単純に 2v コサインシータとしましょう。厳密に説明しとくね。今、ここの衝突関係、ここだけの衝突関係で言うと、こちら側に x 軸を取ってます。いいですか？なんで、こっちを正にして、こういう風にしますよってやってん。本当は、速さなんですよ。なんですけど、この、一瞬だけ速度と見立てて、X 軸ってのを設け、この V は正。だから、跳ね返ったらマイナス V という風にさせていただいてます。で、この軸っていう概念を一旦取っ払いますよっていう操作が、この力積の大きさのみ考慮しということです。かっこ、仮想的に設けた X 軸をなくすということですね。そうしますと、この気体分子が1回の衝突で受けた力積っていうのは 2m、2v、M が抜けてるね。
2mv コサインシータなんですけど、じゃあこれは気体分子が受けたものです。じゃあ最後反省用で壁が受けたね、この Q の壁が受けた、力積ってのを考えると、これ作用反作用なんで、壁が受けた力積の大きさは、はい、これも 2mv コサインシータですね。はい、力積が出ました。で、そしたらね、こっから、大丈夫？力積を求めたら、力積の単位って、ニュートンかけセカンドでしょ？なんで、時間で割ります。そしたら力が出るわな。で、力が出たら、面積で割ります。表面積ですね。で、そしたら圧力が出ます。で、圧力が出たら、PV イコール NRT を適用して、温度を出します。この流れでいきますね。そうすると今、1回分の力積っていうのが、2mv コサインシータやったんで、一回、じゃあこうやって力積を受けるのに、どんぐらい時間がかかるかってことを考えましょう。要するに、何秒で一回力積が起こるか。いい？そしたら、ここの距離求めたらいいかな。ここの距離。で、ここの距離っていうのはどうやって求めますかっていうと、これね、実際、Q の半径は R って出てるんですよ。なので、それ使います。ここが R とすると、ここピーって線引っ張って、そしたら、ここ90度で、ここ R でしょ？で、コサインのコンパス。コンパスのコサイン。R コサインシータ。こっちもそうね。こっちも R で、コンパスのコサイン。R コサインシータ。合わせて、2R コサインシータっていうのが距離ですね。で、等速直線運動です。2端使います。今、時間が知りたいんです。力積も止まってるからね。時間が知りたい。そうすると、この道のり、割る、速さをすればでしょ。で、速さってどうなるかっつうと、速さっていうのはね、いい？ここ集中しといてね。もともとこういう向きに V で進んどったんでしょ？もともとこういう向きに V で進んどったよね。で、速度の成分の大きさは変わってないんですよ。向き変わったけどね。成分の大きさ変わってないんですよ。なんで、これ運よく、こっちの V という、速さっていうのは、速さ引き継がれます。ここ V やったら、ここも V という速さです。なんで、速さってのは V。道のりが 2R コサインシータ。そうすると時間求めますと、はい、2R コサインシータ割る V です。いいですか？そうすると、力積が 2mV コサインシータでしたね。そうしますと、1回の衝突で生じる力っていうのは、力積割る時間なんです。だから、力積割る時間です。分数の割り算なんで、掛け算にします。で、そうすると、コサインが消えて、2が消えて、こんな感じか。R 分の MV 以上と。こういう風になるのかな？はい。で、そしたら、力積を時間で割って、力を求める、これが一つ分、これが一つ分ですね。箱には N 粒あるから N 倍。ここに N 粒の気体分子があるっていうふうに考えましょう。そうすると、ここから N 倍。箱には N 粒あるから N 倍。速度にバーを忘れずに。ね、速度って、まあ、速度っていうか、速さですね。速さってまちまちでしょ？だって、Q の中には N 粒あるんですけど、全員同じ速さで動いてるとは考えられないんでね。だから共通の V でいけないんで、平均を取っておいてください。で、そしたら一応 L 倍したよっていう意味合いになります。はい。で、次、圧力を求めたらいいんですね。ね。で、圧力を求めるときに、表面積ですね。表面積求めるときってどうやって求めましたっけ？4πr の2乗でしたね。この 4πr の2乗ってのを掛け算したらいいと思うんですよ。よろしいですか？そうしますと、はい、F っていうのがこれですね。R 分の NMV 次乗のバー。S っていうのが 4πr 次乗です。表面積ね。はい。で、そうしますと、次ね。この R を分母に持っていきます。
あの、分子の中の分母はさらに分母に持っていきますからね。そうすると 4πr の3乗、分の nmv の2乗か。大丈夫ですかね。じゃあここまで圧力が出たんです。じゃあ、圧力出たんで、この pv これ nrt にぶち込みましょう。で、ちょっと一旦ね、コツなんですけど、n っていうのはこれ、モルですよね。モルの乗法。何モルあるかってことですね。で、今、アボガドロ定数っていうのを考えます。NA っていうの知ってますかね？これは、1モルあたりの、まあ、粒の数です。粒子数です。で、そうしますと、この NA っていう風なのに、スモール n かけた。そうすると、N モル、すなわち、全体の粒の数と見立てることができるんですね。で、今、NNA っていうのはね、全体の粒の数でしょ？だからさっき置いた N なんです。この関係を覚えておきましょう。そうしますと、PV イコール、これ分母分子に NA プレゼントして、こうなるでしょ？じゃあ、こういうスタイルの式っていうのは、NA 分の NRT になりますね。大丈夫でしょうか？じゃあ、こっから t についての式にすればいいですね。t イコール、いいかな ?na 分の、na 割る n の r 分の pv と。はい。まあ、出しただけです。で、次ね。この p と v が分かればいいんですよ。で、p 出てるよね。じゃあ、もうこれ rn にしてくれ。ここで分母で固めて rn にして na と。あと pv かけ算したらやろ。で、p ってこいつ。で、かける、v、体積っていうのは、体積っていうのはね、これ、3分の 4πr3 乗でしょ？そしたら、3分の 4πr の3乗と。はい、そうしますと、ここと、消えるのかな？で、3だけ残る。ね。で、あとは、で、ここの n と n が消えますね。n と n が消えた。そうしますと、3が残ってる。で、3R が残ったのか。で、NA、MV、事乗と。こんな感じか。で、今求めたいのがこの式ですね。なんで、MV 事乗は片方に残して、この辺を左辺にプレゼントしたいんですね。じゃあちょっとこの式ちょっともう一回上に書きますね。はい、そうしますと、この辺を、ね、左辺にプレゼントしたいんで、t かけるこいつの逆数。mv 事乗のバーと。はい。で、押したら、2分の1を、それぞれ配って、そしたら2分の 1mv 事乗のバーイコール、2分の 3na 分の r、t と。こうなりますね。よって、証明完了ということになります。ちょっと難しいんですけれども、ゴリゴリ編集入れてると思います。もうここも、僕、うまいこと説明できた自信がないので、まあ、お互いね、頑張りましょうという話です。じゃあ、終わりましょう。